さんこんにちは、偉人研究家の前本真之です。もうね、いよいよ大河ドラマ鎌倉の13人もですね、まあ最終回を、まあ、終わって、まあね、まだ余韻も冷めやらぬという形ですけれども、まあ来年からね、徳川家康の大河ドラマどうする家康っていうところなんですけども、そのどうする家康、ね、まあ多分徳川家康イヤーになるのかなと思って、まあちょっと家康の、ね、話をしたいんですけれども、まあ、家康のまああの子孫ですよね、まあルーツがどこにあるかって言いますとですね、松平親氏というね、人物なんですね。まああの、家康といえばですね、まあ太平の世を築く大将軍として知られているわけですけれども、そうね、称される家康が誕生したのが、天文11年、12月26日ということで、私誕生日一緒なんですけども、まあ家康のお父さんがね、岡崎城の、ね、城主である松平広忠なんですね。で、家康は岡崎城で誕生します。で、家康の祖先をね、こう辿っていくとですね、まあ、松平氏の初代に当たるのが松平親氏ですね。で、これは室町時代の初期の頃なんですよ。で、二代目が、安親が継いで、その後が信光、で、親忠、そして、長親、まあ、まあ、長忠とも言いますけども、信忠、そして、清康、で、広忠にあって、まあ、八代続いてから、家康がね、生まれて、で、家康が、松平家から徳川という姓を作るわけですよね。まあ、なんでこう、家康がわざわざ徳川という姓を作ったかっていう話はね、またこれからしていきたいと思うんですけど、今日はね、その松平氏の、ルーツですよね。松平、親氏です。初代ですよ。が、どういうふうにね、それ、松平家を起こしていったのかっていう話なんですけども、まあ、一説によるとなんですけど、松平親氏っていうのは、まあ、遍歴する僧、ね、お坊さんだったみたいに言われてるんですけども、まあ、ちょうどね、室町幕府第三代将軍、義満が、こうね、権勢を振るう中ですね、上州新田省、まあ、今で群馬県ですね、の大田市から、こう、流浪の旅、松平親氏が、人生の転機となったのが、三河の国、鴨郡、松平郷の松平、太郎左衛門信繁に婿入りした。ね、だからその、まあ、流浪の、こう、層がね、ブラ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 していて、その、いわゆる裕福な、松平、太郎、左衛門、の信繁のところにね、向こう入りしたって、ちょっと名前が長いんですけど、向こう入りしたと。そういうことが、まあありまして、まあ江戸幕府の、まあ、旗本の人がね、こう、三河物語っていうものに書いてるんですけども、まあここにね、徳川家がいかに起こったかっていうものを出自として書かれていて、この松平郷っていうところに、太郎の左衛門の城っていうね、こう、三河の国で一番裕福な家があった。そこに、まあ、一人の娘がいたんですね。その娘を、この、向こうに取ったのが、松平親氏だったわけですね。まあ、当時は徳阿弥っていう、まあ、坊主の名前だったんですけども、お坊さんの名前で。で、この徳阿弥っていうのが、この裕福な家の娘のところに向こう入りして、その松平家を引き継いだっていうわけで、まあ、なんていうんですか、まあ、本当に定職もな、定住もなくですね、まあ、うろ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 してたわけじゃないですか。まあ、そこで、まあ、たまたま出会った松平左衛門、左衛門の城のところの裕福な家の娘さんと、まあ、いわゆる、まあ、いい仲になってですね。で、まあ、そこの向こう入りしたって、すごいチャンスをこう掴んだわけですよ。ちゃっかりとね。その辺がなかなかね、やはりこう、家康の祖先らしいというか、なかなかのこう、策略家ですよね。この行動力といい、この後、まあ、運の持ち主といい。で、しかもこの、まあ、三河物語によると、まあ、どういう縁があったかわからないがというふうに書いてるんですけどもね。だから、まあ、どういった土を使ったかわからないけども、どうもそういった、うまく入り込んだというところで。で、このね、この親氏という男ね、なかなかアグレッシブなお坊さんで、松平郷に来る前には、堺っていうね、今西尾市なんですけども、そこの村に行ってですね、やっぱり同じようなことしてるんですよ。西三河の堺の郷に立ち寄るとですね、足を休められたと。同じ三河物語で書いてあるんですけど、その折に、寂しさから身分の低い者に情けをかけて、若君一人を設けられたっていうところで、もうやっぱり子供作ってるんですよね。ブラブラブラ、そう、サブラブラしながら、たまたまそこに、堺の郷に立ち寄った時に、ずっと休んでると、娘さんがいて、で、まあ、まあ、仲良くなって。で、また、子供作って。で、また、ブラ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 してってね。そう。どうもね、こう、ふらっと立ち寄ると、何かとこう、そこにいる女性と、こう、子供を作りがちだったみたいですよね。なんか、そういうね、人を引きつけてしまう何かっていうか、魅力溢れる人物だったんでしょうね。三河物語以外もですね、松平氏優勝書きっていうのがありまして、まあ、そちらではですね、近氏は僧じゃなくて旅人だったんじゃないかというところで、まあ、旅人はね、まあ、同じく松平左衛門のところに、重信のところに行くんですけども、まあそこで重信は、まあ歌会をしてたと。で、まあ連歌を読むような歌会をしてて、そこで、ちょうど近氏がポプロポロってやってきて、そのね、歌会を仕切ったっていうようなね、そういうエピソードもあったりとかして、やっぱりこうね、人の懐にこう、ふっと入るというのがやっぱ上手かったみたいですね。だからそれなんかいかにもこう、家康らしいなというふうに思うんですよ。家康っていうのはですね、例えば松平が徳川にちょうど姓を変えた頃らいの話なんですけども、室町将軍のね、第13代将軍の足利、義輝ですね。義輝が、織田信長と徳川家康、そして今川氏真の3人に対して、北
脚に用いる、飛脚の、ね、飛ばすために用いる馬を欲しいってわけですよ。その時に、まあ、その3人それぞれ、動くわけですよ。動くんですけども、やっぱりね、一番早く動いたのがやっぱ家康だった。だからこういうふうにこうね、チャンスと見るや、すぐにこうね、将軍が馬欲しいってすぐ送ったりとか、ね、こう、連歌が開かれていて、ね、疑い困ってたらすぐそこ仕切っちゃったりとか、なんかそういうね、スッと入っていく、タイミングを見て、相手の心を掴むっていうのが、やっぱり家康の、まあ、特技だったんじゃないかなというふうに思うんですね。だから、それが、徳川家康の、まあ、遠い祖先、室町時代ですからね、その近うちにも、そういった傾向があったんじゃないかというふうに思うんですね。まあそういうふうに見ると、またね、どうする家康の中で家康が起こしていく行動っていうものも、あ、これ、近氏っていうね、祖先のルーツを継いでるから、こういうことができたんじゃないかなとかね。そういう、まあ、人質生活を見ながら、おそらくそういった場面が出てくるんじゃないかなと思うんですよね。はい。そんなわけで、まあ、祖先とかをね、見てみても、結構、偉人っていうのは面白かったりもするんで、ぜひね、そういったところも着目して、大河ドラマ、どうする家康、来年見てみてはいかがでしょうか。この、今日お話したですね、話は、東洋経済オンラインという記事にもアップされてますので、ぜひそちらの方をご覧になってみていただければ、さらに詳しく、理解できるかなというふうに思います。このチャンネルでは、こういった、偉人の話、歴史の話とかを、できるだけ面白く、また、役に立つような話でしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、そしてちょっと一つお知らせなんですが、この新刊が出ます。ドドンと文豪が愛した文豪サイズ社から、まあ、偉人がテーマにしておりますので、いろんな偉人を取り上げてまして、やっぱり、ね、その中でもとりわけユニークな文豪、見てください、この太宰と芥川ね、同じようなポーズしてますよ。二人憧れてたわけですよね、太宰芥川に。こういう人々の憧れとか、そういったものを人間関係を読み解いた本になります。文豪会社文豪。ぜひ、27日から、あさってから並びますので、ぜひ皆さんご覧になってみてください。はい。では、またお会いいたしましょう。偉人研究家の前本茂樹でした。それではまた。